さあやってまいりました。今日のワオチューブはですね、究極のビジネスモデルについてお話をしたいと思います。今ね、これから次世代のビジネスモデルについてなんですけれども、まあ次世代っていうかですね、もう今もうすでにね、こういう風になってますっていう話なんですけれども、まあ、大切なことはですね、まず C2C ですね、個人と個人がつながり合える時代になりましたよっていうことですよね。もう組織から個人へのパワーシフトっていうのがね、今起こっておりますけれども、 C カスタマーズ to カスタマーですね、 C コンシューマーズ to コンシューマーですね、一個人と一個人が直接つながり合って、 いろいろとね、助け合いができる、そんな時代になってきますし、 C2C のビジネスモデルって言いますよね、そういったものが主流になってきております。それからですね、C2C とシェアリングエコノミーですね、分かち合いの時代がやってきたわけですよ。これまで人々はですね、奪い合いをして所有をすることをね、頑張ってきたわけですけれども、これからの時代はですね、分かち合いをしてね、そしてみんなで楽しむ時代ですね、勝ち組負け組じゃなくて、楽しみ組の時代ですよ言ってますけれども、奪い合いから分かち合いなんですね。縦社会が横社会になったんですね。その上下関係とか主従関係とか、そういうね、指示命令とかそんなんじゃなくてですね、気の合う仲間とこうつながり合ってですね、お互い助け合って生きていきましょうっていう、そういう横社会の時代がやってきたんですね。そうなってくると、有形の資産ですね、お金とか土地とかそういうの持ってる人が偉いんですよって言うんじゃなくて、無形の資産ですね、人とのつながりとか絆とか、そういうね、そっから生まれる安らぎとかですね、楽しみとか笑いとか、そういうもの、こう無形の資産が、求められる、そんな時代がやってきてるわけですね。そんな中で本当にね、このシェアリングエコノミー、分かち合っていろんなものをね、合理的に楽しく生きていきましょうっていう、こういうビジネスモデルがね、主流になってきております。C2C とシェアリングエコノミーですね。それから次にですね、フリーミアムとサブスクリプション、これ大切ですね。フリーってなんか聞いたことありませんか？自由みたいなね、そんな言葉なんですけれども、まあビジネス用語で言えばですね、このフリーっていうのはただっていう、無料っていうことですね。無料サービス、初めただやで言うてね、人集めといて、でええやろええやろ、もっと使うなんて言ってね、もっと便利なサービスあんねん言うてですね、後で課金すると、この課金するっていうのがですね、プレミアムなんですよね。特別料金いただきますよいうことですよね。プレミアム、このフリーとプレミアムをくっつけた言葉がフリーミアムっていうんですけれども、まあ今のビジネスモデルは大体こういう風になってますね。初めスマホの中で見てですね、あこれ無料か、ちょっとダウンロードしとこうみたいなね。でダウンロードしてみたんだけれども、あれなんかこれロゴ入ってるやん、ロゴ消えたらええのになった、あこれは月々500円かかるんかみたいなね、そんな感じのフリーミアムね、なっております。そしてフリーミアムとセットでサブスクリプション、もう今ね、もうサブスク言うて、もうサブスク旋風風気は荒れてますけれどもね、もう猫も杓子もサブスクです。何か言ったら、もう使い放題、サービス受け放題ね、利用し放題、こういうね、もう聞き放題、見放題、読み放題みたいな、そんなサービスです。もともとはですね、ネットフリックスなんかが、動画見放題とかね、映画見放題、それからスポティファイが音楽聞き放題、アマゾンプライムプレミアムとかね、そういうので、まあちょっと無料でね、宅配してくれますよとかね、いろいろこうビジネスモデル出てきたんですけれども、それから発展してですね、もう今いろんなところでそば食べ放題とかですね、電車乗り放題とかですね、服なんかも買いに行かんでももうね、レンタルで、もうこれシェアリングエコノミーですよ。でね、何ですか、定額料金払ってたら季節に合ったものが、そのジャストフィットするものがね、借り放題っていうね、すごいのが出てきてますね。家に飾る絵なんかもね、かけ放題とかね、それから時計なんかもね、ちょっと気分に合わせて時計とかカバンとかね、そういったものもね、借り放題とかですね、それから住居のね、その一定定額家賃払ってたら世界中どこでも住み放題とかね、そんなサービスも出てきてますよね。このサブスク旋風吹き荒れてますけれども、定額料金払ってたらね、もう本当に豊かにね、いろんなことを味わえると、そういう時代になってきました。フリーミアムとサブスクリプション、これ大切なビジネスモデルです。そしてなんといっても大切なのがこれ、プラットフォームビジネスですね。プラットフォーム言うんですけど、一体何ですかっていう話なんですが、これね、駅じゃないですよ。駅のことプラットフォームって言います。まあでも駅ってね、人がこうね、土台っていうか、集まって電車に乗る、その一つのプラットフォームなんですけれども、まあ、土台という意味ですよね。土台というか基盤というか、なんというか、まあ人が自由に集まってきて、そして自由に楽しめる広場ですよね。広場、そういうものをプラットフォームって言うんですけれども、何かとプラットフォームビジネスがね、やっぱり主流になってきております。もうプラット
ットフォームありきなんですよ。本当分かち合いの時代はですね、人がこう集まってきて、そしていろいろとね、こう分かち合いながらこう人生を豊かにしていく時代なんで、絶対にプラットフォームがいるわけですね。プラットフォームって言ってもいろいろなプラットフォームがあります。あの物を売ったり買ったりするのはメルカリとかヤフオクとか、それからアマゾンとかね、楽天とか、そういうプラットフォームがありますよね。人と人とがコミュニケーション取ったり出会ったりするのは、Facebook とかインスタグラムとか、そういうのがありますよね。いろんな情報をね、こう共有するのに、YouTube っていうね、そういったプラットフォームがあったりとかね、もういろんなプラットフォームが あるわけですけれども、とにかく人が自由に集まってきて自由に楽しめる、そんなね、フリマみたいなもんですよ。広場をね、そういうものを作っていくということが、リアルの世界でもネットの世界でもね、そういったものを作っていくっていうことが、これからの時代はむちゃくちゃ大切と言われてるんですね。今リアルとかネットとか言いましたけども、リアルもネットもデジタルもアナログも、これね、両方をこれパラドックスマーケティングしていくことが大切だという時代なんですよね。デジタル時代だから言って、デジタルの中スマホばっかりみたいな、そんな話じゃなくてですね、そこで繋がった方々とリアルでどれだけ楽しめるか、自己実現していけるかというのがね、まあこれからの時代、自分らしさと自己実現がテーマなんですけれども、スマホの中で、そしてリアルの社会の中で、そのオムニチャネルでですね、両方パラドックスマーケティングしていきながらですね、自分らしさと自己実現をこう追求していくことが、一つビジネスモデルになるんですよっていう話なんですよね。これ大切なビジネスモデルです。そしてね、僕はですね、その今日は究極のビジネスモデルについてお話をしようと思うんですけれども、やばいですよ。まあ、僕はですね、夢を叶えるということをテーマにいろんな活動を楽しませていただいているんですけれども、正直究極人ってね、幸せ感じるために、笑顔で過ごすためにね、生まれてきてると思うんですよ。だからもう誰しも老若男女、エブリデイエブリバディ、もう人生を送ろう、楽しもうっていうね、その心豊かにね、もう心も懐もほっこりとこうね、自己実現していきましょうと、幸せつかみましょうと、夢叶えましょうっていうね、こういうことって本当万人の望みだと思うんですよね。そのために、夢を叶えるために、笑顔で過ごすために、夢かなスマイルスクールをやったりとかですね、そこでつながった仲間たちと夢かな交流会をやったりとかですね、それからその夢かなスマイルスクールを世界展開していったりとかですね、夢かなステーションというラジオ番組をね、やっていたりとか、とにかくこの夢かなをテーマにね、こうやってるんですけれども、そうそう、今日はですね、高槻にあるいろり茶屋っていうところをですね、夢かなランドにしてやろうっていうようなことで、またね、工事の計画とかもね、立ててるんですけれども、まあ、とにかくですね、これからの時代、みんな自分らしさと自己実現の時代です。そして仲間作りが一番大切なんですね。横社会ですから、仲間との絆が一番大切なんですね。仲間と共に寄ってたかって夢を叶えていけるような、そんなね、実はビジネスモデルを作ることはできないかと、そんなね、ライフスタイルを送ることはできないかって思いまして、夢を叶えるプラットフォームをね、展開していくというようなことを始めていこうと思ってます。夢を叶えるための夢叶え放題ですよ。人とつながり放題、そして学び放題、稼ぎ放題、夢叶え放題のそのね、サブスクリプションを組めたらええなと。しかも最初はですね、無料で集まってくれるような、そんなフリーミアムでね、始めようと思ってます。そして C2C です。個人と個人とがつながって、そのつながりが、ビジネスモデルになるという、そういうね、スタイルでやっていきたいというふうに、思っているわけなんですよね。C2C シェアリングエコノミーって言いましたけれども、このプラットフォームの中で、素晴らしい分かち合いがですね、どん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 展開していくっていうね、そういう感じの、イメージを持っているんですよね。この夢を叶えるプラットフォームを、これからですね、もう盛大に世界展開をしていってですね、一気に世界規模の、プロジェクト、世界規模の活動にしてですね、この夢かなプラットフォームで、地球を丸ごとご機嫌にしていってやろうっていうふうに、今もうワクワクしてるんですよね。こういった情報をですね、どん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 配信していきたいと思いますので、またね、楽しみにしておいていただきたいと思うんですけれども、今日はですね、次世代の究極のビジネスモデルということで、この夢を叶えるプラットフォーム一緒に作っていきませんかっていうお話をね、ちょっとさせていただきました。もしね、ええー、なーって思う方いらっしゃったり、何かこう直感でピンと
と来る方いらっしゃったらですね、ぜひちょっとチャンネル登録とですね、コメントをいただけたらというふうに思っております。